J-Hope は、韓国出身のダンサー、ラッパー、歌手。男性アイドルグループ防弾少年団のメンバー。本名は、チョンホソク。愛称は、ホビ。1994年2月18日、公衆広域式宅被告堂に生まれる。2010年、ビッグヒットエンターテイメントへ練習生として入所。2013年6月13日。 防弾少年団のメンバーとしてデビュー。2017年12月20日、初のミックステープとなる On My Way を発表。2018年3月2日、2枚目のミックステープとなる Hope ー,ール r を発表。アメリカのタイム誌が選ぶ今週聴くべき5曲に選出され、63カ国の iTunes チャートで1位を獲得した。日本では、 ビルボードジャパンのホットアルバムチャートで13位を記録し3月2日から8日までに集計された Spotify ウィークリーバイラルトップ25で7曲がランクインしたアメリカでは3月17日付のビルボード200で38位を記録した2019年9月27日シングルチキンヌードルスープを公開本作では 自身がダンスを習い始めた頃に聴いていたウェブスターとヤングビーによる楽曲チキンヌードルスープのサビ部分を引用。また、アメリカの女性歌手ベッキー・ジーとコラボレーションした。世界69地域の iTunes トップソングチャートで1位を獲得したほか、ビルボードホット100や全英シングルチャートトップ100にランクイン。サビ部分のダンスを踊る。 クンスチャールランチが TikTok を中心に流行した。身長177センチメートル、体重59キログラム、血液型は A 型。家族構成は両親と子歳上の姉。父親は国語教師を務めている。姉であるチョンジウは YouTube チャンネルを運営しており、ホビヌナという愛称で親しまれている。活動名である J ホープは、 名字であるチョンの頭文字である J と希望を意味する英単語の HOPE を掛け合わせたものであり、これはパンドラの箱を開けるとそこには希望だけが残ったというギリシャ神話に由来する。BTS ではメインダンサーとリードラッパーを担当。もともとはボーカル志望でレッスンを受けていたが後にラッパーへと転身した。これは BTS がヒップホップグループから アイドルグループへとコンセプトを変更し、ボーカル発掘に力を入れたことが影響している。ビッグ、ヒットエンターテイメント入所前には、J.Y.P. エンターテインメントのオーディションを受けていた。また、元ビッグバンメンバーである、V.I. が経営していた、ダンスアカデミーでレッスンを受けていた経験があり、V.I. の妹とは、友人関係である。感情豊かで、天真爛漫な明るいキャラクター。 BTS のムードメーカー的存在である。怖がりな一面も持ち合わせている。2018年時点での純資産総額は1200万ドル以上とされ、メンバー内で最高額である。ありがとうございます。